WS007SH はシャープが開発し、ウィルコム向けに供給される、携帯情報端末、PHS。通称 W03S、W03 シリーズの一つ。WS003SH に対する、大きすぎる、通話するのに、違和感があるなどの意見を踏まえ、液晶のサイズを2.8インチに抑えるとともに、通話ダイヤル用点キーを搭載し、 スタイルもより一般的な携帯電話に近い、モデルとして2006年7月27日に発売された。S とは後に、ラテン語で、井戸と訳された心理学用語で、自我を意味し、本能的に欲しくなるものというメッセージを込めているという。WS003SH、WS004SH で内蔵されていた無線 LAN 機能は省かれた一方、スディオと USB ホスト機能対応に対応しており、様々な拡張が可能となった。スディオはミニスドタイプの Bluetooth カードや無線 LAN カードなどに対応している。USB ホスト機能を使って外部キーボードやリムーバブルディスクなどが使用できるほか、専用オプションのチューナーを接続することでワンセグの視聴も可能。また、通信中着信に対応したほか、 基礎作時の画面タップやボタン操作を無効化するキーロック機能が独立したスライドスイッチで行うように変更され扱いやすさが向上したソフトウェアは Adobe Flash に対応した Opera 4 W03 や Atock、Sharp 製メーラー、W03 メールなどが新たにプリインストールされダイヤルキーによる文字入力や予測変換などを使って より携帯電話に近い操作が可能になっている。2006年11月16日には、名シリーダー機能や、一般の携帯電話のような構成のメニューで操作できる、ホームメニューを追加したファームウェアがインストールされた、W03S プレミアムバージョンが発売された。なお、従来の W03S 用に、同等の機能を備えた、ファームウェアアップデートが公開されている。 2007年6月7日には、後継機として、アドバンスと W03S が発表された。ウィルコム、デュアルキーボードと、業界二2.8型 VGA 高精細モバイル ASV 液晶を、搭載洗練された大人の形とクオリティを実現した、究極のモバイル W0S、WS007SH を、開発、発売ウィルコム、W03 S, S 新バージョンの発売についてありがとうございます。